羊は十二詩の一つ。通常十二詩の中で第八番目に数えられる。前は馬、次は猿である。感情律歴史によると、羊は、舞。植物がうっそうと茂って暗く覆う状態を表しているとされる。説問開示によると、味。果実が熟して地味が生じた状態を表しているとされる。後に覚えやすくするために、 動物の羊が割り当てられた。現代の日本では羊の字は羊を意味するが、中国では羊だけでなくヤギやガゼル、霊用も含めた言葉を意味し、羊に限定する場合は、麺用と表記する。ただし古代中国では羊やガゼルは一般に見られる動物ではなかったので、ヤギが用いられることが多いようである。日本には羊、ヤギともに生息しておらず、 導入された家畜としても霊涼な環境を好む。羊はほとんど普及せず、ヤギも九州の一部を除けば一般的ではなかったので、明治時代に実物が広く持ち込まれるまで、半ば想像上の動物に近い存在として表現されていた。相場格言に、辰見天井、馬尻下がり、未心房、親友騒ぐ。犬は笑い、生きたまる、子は繁栄、牛はつまずき。 トラチサト走り、ウアハネルがあり、羊年の相場は俗に辛抱の年と言われる。ありがとうございます。